自分の森を持ってる生活はすごい楽しいですいると気持ちいいのと、あとあそこの森は材料を取りたくて買ったわけではなくて、育てて残していきたいっていうので買ったんです。こう手入れすればどんどん良くなるし、まあその過程で取れた材料で作るけれども、未来をちょっと想像しながらこう手入れをして200年、300年の木がある森になったらいいなと。